信濃大岩家駅は長野県北佐久郡軽井沢町大技大岩家にある信濃鉄道信濃鉄道線の駅である。新越本線時代は中央本線富士見駅と並んで特急が通る日本最高所駅として知られていたが信濃鉄道に移管されるとともに特急の設定はなくなった。現在でも信濃鉄道の最高所駅であり JR を除いた普通鉄道では最も標高の 高い駅である。JR 時代は高崎支社と長野支社の境界駅だった。追い分けは中仙道と北国街道の分岐点の意味であり、旧国名の信濃を冠したのは駅昇格時、現在の室蘭本線と大宇本線に追い分け駅がすでに存在していたからである。一時期、不動産分譲のために西軽井沢へ駅名と地名を変更する計画もあったというが、 地元住民やこの地に別荘を持っていた詩人などの反対で実現しなかったとされる。上りホーム平成25年7月13日より使用を開始した自動券売機相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎に北口、下りホーム、軽井沢方に南口が設けられている。南口は品の鉄道遺漢時の無人駅化に伴い設置された。 上り線軽井沢肩に横取りあり、JR 時代は駅員配置駅であったが、現在は無人駅。ただし、2013年7月13日より自動券売機が設置され5時45分から23時35分まで稼働している。なお、かつてはゴールデンウィークと夏休み期間中は乗車券の臨時発売があり、小諸駅から駅員が派遣されていたが、 自動券売機設置に伴い2015年以降行われなくなった。両ホームには乗車駅証明書発行機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は156人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。選挙区バス下りホームに残る特急朝間の乗車位置、案内。ありがとうございます。